じゃあ続き行こうか。いやー、ショックだったなー。これ電気つけないでちょっと上行ってみますね。死んでる。でも下手にセーブすると詰まる可能性あるから怖いなー。名探偵扇風機はバッテリーが必要だと睨んだけど、果たして必要なのかどうなのか。他には何もないですね。血が壁についてますね。ということは、この向きで自分におでこで打ったってことですよね。この向きで。あ、どうだろうな。いや、わかんないな。銃撃った時の血の飛び方なんてわかんないしな。わかんないな。こっち向きだった可能性もし、わかんない。問題はここ出たらいるかどうか。いない。じゃあ、あの時本当に運が悪かったんだ。とりあえず2箇所出口がある。ここでセーブしておきましょう。詰まるの怖いんで、ここでなんとか。でもなんかもうすることもないんで、とりあえず電気つけますか。あ、いたんだ。 あー、これ電気つけない方がいいな。でも逃げるのは分かりやすいな。あ、来るんだ本当に。うわー、見たくないもん見たわ。どんどん距離縮まってるし、本当に部屋に入ってくるんだな。密室に逃げるわけにもいかないんで、このまま突き進むしかないですね。といってもループできるのがこことあと左だったかな。左の方もこうやって大回りできたはずだから。うわー、電気は本当に必要な場所を見つけない限りはやめた方がいい。まだ追ってきてるかな。あ、来てるね。とりあえず巻きましょう。あ、巻けましたね。問題、ここの通路にいるか、この上の通路にいるかなんですよね。とりあえず音を立てないようにしていきましょう。出会い頭は仕方ないです。運がなかったとしか思うしかないです。とりあえず左側行きたいですね。ここ逃げてたら危なかったですね。ここ鍵かかっているんですよね。あ、電気消えました。ここに何かあるのかな。怪しいんだけどな。ここにあの敵が来た場合は一体どうしたらいいんだろうか。ないね。多分何もないはず。ここは密室だから怖いな。とりあえず道は大体覚えているんで、このまま足音消していきましょう。そしたら出会い頭もないと思うんで。なるほど。でも鎮静剤、鎮静剤？ライフを変え、ライフは大丈夫だな。今来てないんで、ちょっと電気つけ。
もすることがなかったのに、電源が破壊されていただから、ここもしかしてテレビつくのかな。ちょっと頑張ってみたいと思います。あ、自分のアホさ加減に泣きたくなった。ちょ、水飲みましょう。スタミナファインですね、まあ、走ってたのも少しなんで。あとは元行ったあの道に戻りますか。上側の方に、この辺で上から行きましょう。ここは違いますね。あの血だらけの密室ですね。ここ怖いな。はい、来てました。やっぱりここで待ってみましょう。変に動くと出会い頭があるんで怖いっすね。やっぱり何度も出会い頭を経験した身としてはやっぱり怖い。さっきは本当に衝撃の出会いだったな。大丈夫かな。どこかの部屋に入ってることを祈りましょう。ダメでした。どうかな、なんかダメな予感するな。どんどん近づいてね。電気つけたら一瞬でバレますね。でもあの中央の場所を行くしかないんで、本当にきついんですよね。セーブしとこう。どこか行ってくれないかな。あ、下に音聞こえる。はっ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 、あー、セーブ、よ、4個しかない。ちょっと待ってよ。血あるってことはここにも誰か襲われたりし、あ、ハッチハッチハッチ、あいよあいよ、あ、これで電気が必要なのね。これ多分電気がないと無理なんじゃないかな。やっぱり送信、なるほどなるほど、年末ご苦労様です。うわ、6992、あ、23よし。あー、でもこれちょっと電気なんか開くんならいいけど、どうだろう。あ、これ電気つけたらなんか見れそうなんだな、ここ。外で助け求めた方がいいような気するな。ネームな。うん、ネーム。やっぱりちょっと電気つけて戻ってきたいと思います。いないですね。電気消そう。いないみたいですね。
じゃあ、ちょっと電気つけて戻りますか。大丈夫。怖いな。よし。大丈夫。セーブセーブ。助けてー。ああ、そういうことね、もう。外に出るしかないかな。こんなとこもいられない。うわうわうわ、悩むな、何捨てるか。血ぬるいの書類があの水汲み場で洗えるんならちょっと洗ってみたいな。組み合わせることできない。ベーコンって組み合わせてたよ。炙れば何か。水筒で洗えばダメみたい。ちょっと一旦の水汲み場行ってみます。左のダメ元で行ってみます。ダメだったら死んだと思ってください。奇跡起こして帰ってきたよ。どこだっけ。左だね。うん、怖いね。失礼しました。オンでこの暗さかよ。あ、さては。どこだよ。電池切れたか。ここだっけ。でもこれツルハシ使える？ここだ。助かった。どこか部屋に入らないと。あ、使えた。ちょ、装備変えます。ああ。これバッテリー持ってきてない、もしかして。嘘だろ。ああ、ジッポライターの明かり麗しい。ああ、助かった。バッテリー入れよ。ああ、バッテリーある喜び。ああ、嬉しい。ああ、ちょうど切れた。怖かったよ。怖かったわ。怖いわ。さあ、この後どうすっかな。
とりあえず電気つけよう、ちょっとの間。あれ、でもなんかこの先が、あ、そっか、ここに扉があるか。ちょ、暗くて見えない。でも電気はな、無駄にしたくないな。消費しちゃうってのが分かっちゃった以上。もうでも一個空きは必要だし、ガムテープを何かとくっつけたいんだけど、いい加減。ガムテープ置いてくか、しゃあない。ちょっと今のうちに。あー、じゃあちょっとスタミナ回復のもの。ベーコン食べとくか。ああ、缶詰食料あった。危なかった。じゃあこれでいきます。いざ出陣。暗くて見えない。あ、なんかアイテムあるじゃん。防犯装置。ん？ああ、そっか。ちょっと一旦どういうのか見たいと思います。部屋に入らないと見れないんで。防犯。なるほど。ああ、これどこかに置いといたら誘導ができるのかな？ははん。さてはそうかな。明る。明るいの嫌だな。怖いな。電気はいらない。うわー、怖い。開けてる場所嫌だな。カードキーか。角材か。ギプスあるし、いいや。ちょっと怖いな。棚に物を置きたいんだけど。ああ、でもペットボトルいらないかな、一旦。いや、さっき置いてくればよかったな。置いてこれるなら今置いてこようかな。置いてきます。よし。というわけで戻ってきました。ペットボトルちょっと置いてきましたね。はい。その道中何事もなかったです。ちょっと電気つけてみましょう。怖いんで逃げましょう。お、何か入れない。何だろうな、何かがあるのか。B 差し込んどこ。なるほど、 A も見つけてこいと。なるほど、別のところでロック。これ右側かな、今度は。え？ちょっと待ってよー。磁石みたいだね。